ございます。今日はいい天気でございます。で今日は J2 リーグ第7節ホームに水戸ホーリーホックさんをお迎えしての一戦となります。いや両チームともちょっと厳しい状況が続いているので、どちらのチームも負けられない一戦ではありますが、今日こそ我らがモンテディオ山形勝ってくれるはずです。もう選手スタッフの皆さん、そしてスタジアムに駆けつけてくださるサポーターの皆さん、そしてダゾーン観戦をされてる皆さん、みんなで勝ちましょう。今日こそ勝ちましょう、そしてここからまた勢いを取り戻していって、どんどん上に行きましょう。ということで今日は勝てばモンテディオ山形の得点とか他チームさんの結果が絡んできますけども、最大で8位ぐらいまで上がれる可能性があります。考えたくないですけど、負けてしまうと19位ぐらいまで一気に下がってしまう可能性もあるんですけども、今日は勝ってくれます。勝ちます。よし、みんなで今日は勝つぞ。行くぞ。おはようございます。ありがとうございます。こちらカレンダーいただきました。あとで、これ中身の方をお見せしたいと思います。はい、シーズンシートの先行入場を行いました。いや今日はですね、ちょっと厳しい状況が続いているんですけども、かなり多くのサポーターさんが駆けつけております。よし、今日はどういう展開になるかわかんないんですけども、駆けつけてくださったサポーターの皆さんと一緒に応援して、何が何でも勝利をつかみ取りたいと思います。勝つぞー。はい、はい、はい、ありがとうございます。いただきます。はい、今春のパン祭りということで、こちらバインミーの方買ってきました。ちょっとこちらいただいてみます。はい、こちら、今日は春のパン祭りということで、いろんなパン屋さんが出店されてます。その中でザオカフェ&バルチョットさんの、バインミーというサンドイッチをいただいてみました。雪豚のバインミーらしいですね。なんかパクチーもりもりにしてくれたみたいです。すごく美味しそうです。いや、ちょっと今日ジュリさん行けそうもないような感じなので、ちょっとこちらで腹ごなしさせていただきます。ではいただきます。今日は、モンテマルシェというイベントが開催されております。いろんなお店が出店しているので、ちょっとこれから見てみようかなと思っております。では行ってきます。はい、今12時45分なんですけども、スタメンが発表されたので、今こちらスタメンのチェックをしております。ですね、ちょっとびっくりしたのが、ディフェンダーの小野選手が今回スタメンにもサブにも名前を連ねてないですね。で代わりに山田匠選手が、スタメンという形になりました。でボランチというかミッドフィルダーに関しても南選手がスタメンとかサブから外れてますね。で河合修斗選手、小西選手がスタメンに名前を連ねております。小西選手がボランチに下がって、河合修斗選手がトップ下という形になるんですかね。でフォワードというか前線の3人はトップに藤本選手で、右に国分選手、左にチアゴ・アウベス選手ですね。ちょっと今回は、南選手前節でちょっと足の歩様を痛めてしまったみたいなので、大事を取ってスタメンから外れたというような形だと思います。で、ちょっと個人的な話で申し訳ないんですけども、推しの小野選手が今回
スタメンサブから名前がこう名前つられねることなく、そしてもう一人の推しの山田拓実選手がスタメンというちょっと複雑な心境ではあります。でももう勝つしかないので、もう一生懸命応援するのみです。よし、何が何でも今日勝つぞ、行くぞ。はい、今日はジュリさんものすごい列で、ちょっと購入を諦めようかなと思ったんですけど、いやこれ食べなきゃ始まんないでしょうということで、ね、20分ぐらいですかね、列の方に並んで野田ちゃんのかぼちゃコロッケ買ってきました。よし、これ食べて勝つぞ、いただきます。お疲れ様でした。うん、あー、いってるっすーっていう、ね、もう少し頑張ってくれてね、それを見て勝ち取りしてくれてもらえないよ。お疲れ様です。試合の方終わりました。今日は0対1、水戸ホーリーホックさんの勝利という形で試合は終わりました。いやー、ちょっとね、パスがなかなか繋がんなかったかなっていうのが正直な感想ですね。あとは水戸さんが攻守のリズムをうまく作ってたかなっていう感じがしました。特に自陣でのゴール前を徹底的に固めているように見えましたね。まあ、もちろん素人が見て あの意見というか感じたことなので違ってるのかもしれないですけど、そこからなんていうんでしょう、攻撃に転じた時に
うまくいいリズムを作って、でなおかつモンテディオ山形の守備にこうプレッシャーを与えてというような感じがしましたね。でモンテディオ山形が自陣でボールを奪って攻撃に転じようという場面何回もあったんですけども、プレッシャーが強くて、あとはマークもうまく機能してたように感じましたね。なのでモンテディオ山形はなかなか前の方にボールを送れずに自陣でパスを回すっていう展開がものすごく多く見受けられました。あとはなんて言うんでしょう、ジャッジにケチをつけるわけじゃないですけども、ちょっと厳しいジャッジが続いたかなっていうのが正直な感想ですね。まあ、もちろんスタンドで見てる我々とピッチレベルで見てるプロの審判さんとかの目線とか見方は当然違ってくるので、あくまでスタジアムから見た感想みたいな感じになりますけども、ちょっとジャッジが厳しかったかなっていう感じです。何しろ今日は水戸さんの選手が結構倒れ込んで時間が止まっちゃう場面が多かったですね。なのでモンテディオ山形は本当にリズムが作れなかったかなっていうのが正直な感想です。いやでも上に行くためにはそういう風な厳しい展開でもしっかり勝たないといけないっていうのがやっぱプロの世界ですから求められてくるでしょうね。いや次は、4月の8日アウェーで大宮アルディージャさんとの試合をバスツアーで観戦に行ってきます。いやこの状態で大宮に遠征するっていうのは、しかもバスで行ってくるっていうのはちょっと厳しいなって感じなんですけども、まあ行くからには勝利を信じて、そして少しでも後押しできるように楽しみながら頑張ってきます。選手と共に戦ってきます。よし次こそ勝ちましょう。勝ちたい、とにかく勝ちたい、勝つぞ、次こそ勝つぞ。よし選手スタッフの皆さんを信じて、もう我々は応援するのみです。よし次こそ勝ちましょう。レッチではこんな感じで、締めさせていただきます。ちょっと暗い終わり方で申し訳ありません、大宮アルディージャさんとの一戦、大宮で見てきますけども、そちら、いい報告ができるように頑張ってきます。ではまた次の動画お付き合いいただければ嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次こそ勝つぞ。ではバイバーイ。